今回はチャット GPT にダイハツコペンの長所を5つ聞いてみた。はい、前回に引き続きチャット GPT シリーズ、今回は、ダイハツコペンの長所を5つチャット GPT に聞いてみました。その結果をお話ししたいと思います。まず1つ目、可愛いデザイン。ダイハツコペンはとっても可愛らしいデザインをしています。かっこいいと思う人も多いでしょう。はい、そうですね。これは僕のこの乗ってるエクスプレイは、まあ、角張ってる感じで、まあ、かっこいいんですけど、あの丸いやつ、丸いコペンは可愛いですよね。もう女性とかにも人気で、はい、まあ、可愛いデザイン、これはもう当たっていると思います。2番、燃費がいい。コペンは小型の車でエンジンが小さいためガソリンはあまり使えません。給油の回数が少なく済むのでお金を節約できます。はい、そうですね。これも、まあ、2人乗りですごい軽量化されてるんで、リッター10キロは超えます。一応ちょっと今これコペンなんで、コペンで、このディスプっていうところを押して、今までの多分平均燃費が出るんですけど、12.8キロですね。 12.8キロ、これってなんですかね、あの全部ですかね、全部全部走走行距離だとしたら、32,872キロ走って、平均燃費が 12.8キロ なんで、すごいいいですよね。やっぱり僕のその大きいキャンピングカー持ってるんですけど、あれはリッター4キロ台なので、まあ、それに比べたらもう3倍以上ですね。はい、ただ、シエンタ、ハイブリッドのシエンタに、ママが乗ってるんですけど、こっちの方がすごいですね。もう何人乗りでこんだけでかいボディでリッター15キロは絶対超えるんで、すごい。まあ燃費はいいですね。はい、3番、駐車がしやすい。コペンは小さな車体なので、駐車場や狭い道路でもスムーズに駐車できます。運転が苦手な人にもおすすめです。これは本当、うん、まさにその通り、どこにでも駐車できますね。もう多分もう現存する車というか、普通の車、あの赤いよくこうヤクルトのおばさんが乗ってるような、あの電気自動車みたいな、ああいうのを抜かして、ほんと普通の車で最初じゃないですか、これ最初多分。駐車はしやすいですね、かなりしやすい。これで駐車できないところはないですね。はい、4番、オープントップ。コペンは天井を開けることができるオープントップモデル。晴れた日に風を感じながらドライブできるのは楽しいです。そうですね、これ一番のメリットですね。これがなかったらやばかった。はい、オープンなくしてコペンなしっていうぐらい、まあもちろん僕もこの2年前にたまたまママのシエンタを探していて、それでたまたまダイハツでこの中古でこの車両を見つけて、もうその場で即決したぐらい、このオープンがすごくて、もう未だにオープンは2年経った今でも飽きずに、本当気持ちいいですね。気持ちいい。はい、5番、取り回しが良い。小回りが効いて曲がるときや車をコントロールするときにとても使いやすいです。運転が楽しい車です。はい、まあ、運転楽しいですね。小回りが効いて曲がるときや車をコントロールするときっていう、なかなかちょっとあまりこう実感が湧かない表現をしてるんですけど、まあ取り回しが良い、まあ、細い道でもどこでも入っていけるんで、特に沖縄県はこの地元の道っていうのはかなり細い道がたくさんあって、もうキャンピングカーでそういうところ、よく Google マップで、ナビやってるとすごい細い道に、案内されて、本当キャンピングカーでこの地元の細い道にもう対抗できないような細い道を行かされると、もう本当泣きそうになるんですけど、まあ、コペンの場合は、まあ、そんな道を案内されても何のその、まあ、最小の車なのでどこにでも行けるんで、本当コペンで行けないところはない。もう何だったらもう歩道とかももう行けちゃうぐらいの感じなので、本当運転のしやすさは抜群ですね。あの視界が悪いんですよ、フロントガラスが狭くて視界は悪いんですけど、まあ、視界はすぐ慣れるんで、慣れてしまえばこの
小ささが運転のしやすさに、通じるものがあります。というわけで、ダイハツチャット GPT に聞いたダイハツコペンの長所5つは1、可愛いデザイン、2、燃費がいい、3、駐車がしやすい、4、オープントップ、5、取り回しが良い。というわけでこの5つ全部当たってますね。このチャット GPT で前回ダイハツコペンの短所を5つ聞いたところ、5個中3つが、当てはまっていて、2つは当てはまっていなかったんですけど、実際の経験から見ると、この長所に関して言えばこの5つは5つとも全部当てはまっています。はい、結構面白くないですか、チャット GPT で。ちょっとね、じゃあと思って最近バッテリーが上がって、車検でバッテリー交換したんですけど、じゃあこのチャット GPT にコペンに最適な、バッテリーを聞いてみようと思って、ダイハツコペンに最適なバッテリーを教えてくださいって投げたところ、ダイハツコペンに最適なバッテリーは車両の要件に合致するバッテリーを選ぶことが重要です。以下は一般的なガソリン車用の、バッテリーの選び方です。ただし特定の車両の最適なバッテリーを選ぶ際には車種や年式など詳細な情報が必要です。したがって 自動車のメンテナンスガイドやメーカーの推奨事項を確認することをお勧めします。1、バッテリーサイズとタイプの確認。2、寒冷地対応バッテリー。3、メンテナンスフリーバッテリー。4、冷感時指導能力。5、ブランドと品質。6、保証。7、専門家の意見。という感じでこんな項目に分けられていて、まあ、各項目少しこう詳細書いてるんですけど、はい、まあ、これはまあ一般的ですね。一般的な回答が出てきました。なんか差し障りのない回答というか、具体抽象的な回答。僕が求めていたのはもう具体的な内容で、こう例えばパナソニックの何々 N503 がいいですみたいな感じなのかなと思ったんですけど、まあ今の現段階、僕の質問の仕方が悪かったのかもしれないですし、まあ現段階のチャット GPT ではそこまでの、機能はないのかなっていうふうに、思います。はい、チャット GPT でね、今後もちょっといろいろ面白いものがあればやっていこうと思います。